ンダーリア。エネルギーチューブのようだな。膨大なエネルギーが送られてる。あの機体、アイアンカイザー。カイザー、親戚か。なぜ俺がこんなところに。この気配、だから勝負つけようぜ。キラまだ何かではあるはず。ユキ、卑弥呼が亡くなる瞬間、私に教えてくれました。鬼に絡もうってな。野郎、調子こいていられんのもここまでだぜ。どこの野郎、てめえを這いつくばらせてやる。上等だ。力から導かれたもの。そうですよ、あの二つの魔人も同じだと。そしてこの地に眠っていた魔人は、その膨大な力で重力炉を沈め、制御し、封印していた存在なのです。確かに、エネルギーとして考えれば。確認してみます。ありがとう、アイラさん。こちら、グレーファルコン有機注意。本部、応答願います。有機注意か。状況は？時間がありません。状況は後ほど報告します。アイアンカイザーのグラビトンリアクターの詳細データが必要です。アイアンカイザーだと？すぐにデータをウィングルに転送してください。しかし、あれはレベル6の機密データだ。何が起こっているのか説明したまえ。いつ通信ができなくなるかもわかりません。早く！いいから説明したまえ。説明してる時間はないって言ってるでしょ。なんだと。ウーダレの言ってんじゃないわよ。地球が爆発したらあんたのせいよ。早くしなさい。いい球じゃないか。貴様、許可する。有機注意、データを送らせる。しかし、すぐに送るんだ。頼んだぞ、有機注意。はい。カイザーのエネルギー源は重力炉と同じクラビトンリアクター闇の中、絶叫
ぞ。おう、おりゃ釣られた魂の怒りを感じろ。選ばれる自然者を狂気の叫び声が。よし、こっちのコマンドも有効になった。奥の手を残していたのはそっちだけじゃねえってことよ。アイアンジェルデーダー、ストストリーム。今地獄の果てまでも美しい光の中、戦場を照らせ。カイザ撃ち抜かれたい。なめんな！意外にやるじゃねえか、キバのあんたよ。こちら結城、重力炉がメルトダウンしました。何？このまま核に突入したら地球全体が。それがどうした、スマッシュアッパーチ。バレすんじゃねえ、トルネードクラッシュだ。お前までパイルダーオフする必要はないだろう。悪い、つい一丁空中戦の腕前拝ませてやるぜ。方法が見つかりました。なんだよ、今てめえの相手してる暇はねえんだから。ユキチュイ、俺が聞く。どうした、早く言え。方法は、ああ、粒子と反粒子を衝突させエネルギー分解を促します。分かった、追消滅だな。私は死んでくださいと言ってるんですよ。お前がそれ以外に方法がねえと出した答えなら俺たちに文句はねえ。重力炉と一緒にアイアンカイザーを爆発させればいいんだろう。おとなしく止めるより派手に花火上げて止めた方が俺たちの性に合ってるってもんだ。はい。シャルダーブラスター、こいつは効くぜ。押しこいてられんのもここまでだぜ。なんだと。今さら何言ってやがる死に損ないが、てめえが死ぬか
俺たちが先にくたばるか。こういう賭けもたまには面白い。仲良く釜茹で地獄と洒落込もう。決着をあの世まで持ち越そうってつもりか。あの世もこの世もね、てめえはもう地獄にいるんだ。本当のバカだ。インフェルノー。